ばんは。AKB48 アルピオンこと味のタルナです。どうも。イエイイエイ。みなみちゃんのインスタから音楽流れてきちゃったびっくりびっくり。こんばんは。毎日ちゃんと可愛いのすごいありがとう。今日はあの髪も可愛いから。ありがとう。こんばんは。あ、地味にちょっと違うんだ。背景がちょっと天の川。今日は朝6時半7時とかに起きたので眠いですね。もう12時間起きてから経過してます。はい、眠たいですね。7月も相変わらず可愛い。ありがとう。今日はお仕事が一日あったので、でももうこれで終わりなので、終わったので仕事は配信してお風呂入ってご飯も持ってる、ご飯食べて寝れるって感じかな。お疲れ様だ。お疲れ様。眠いですね。途中30分だけ仮眠したんですけど、でも眠たいです、はい、三千院なぎさんハートありがとうございます。お疲れ、ありがとう。そう、僕隊でまとめ髪やろ、いつか。全編み込みやったことない。全まとめ編み、僕隊の髪の毛リストどこあった。全編み、急に思い立った。なんか梅雨だなって感じてます。とっても最近すごく梅雨を感じていて、なんか嫌だなって嫌だなって思いながら、でも梅雨がないと雨が降らないなみたいな感じでもあるので、梅雨も大事ではあるなと思うんですけど、そうなんかもわっとした暑さだなって思ってて、すごく私はしんどい暑さですね。じめ、もわ、じとみたいな梅雨みたいな感じ。よっしさんかわいい、ありがとうございます。そう、私にとってはって感じ。ともゆきさん、もりぐさん、ハートありがとうございます。で、7月までお家の冷房器具は我慢したので、ただ今日はもう死んじゃうと思ってついに冷房器具開きを
しました。まあでも配信中だけかな多分。基本的には、うん、配信中だけ窓も閉め切らないとちょっといろんなね音が聞こえちゃうので、はい、そうそうそう、それだけですね。そこを配信終わったら多分もう開けたら涼しいのかなと思いつつ、でもわかんない、開けても暑そう、なんか風が通らなきゃ暑くないじゃん。だから風がなかったらつけたまま。体調悪くなるのは本当、7月は結構いろいろ忙しくて、嬉しい忙しさが多くって、まあ4日、まあ今日昨日もお仕事だったし、みなみちゃんのね卒業公演にゲストとして呼んでいただいて、この話は後でしますね。で今日もとあるお仕事をさせていただいてきて、朝から、で明日は明日でそのお仕事に向けたお仕事って感じで、で4日は誰恋公演出演させていただきますし、やばいマジでこの日のあれがやばい、プラス1曲が本当にやばい、どうしようって感じです。マジで本当に、で今日あれ今日って僕隊やってますよね、今日が多分あれで、その誰恋公演今日多分コミさんだよね、みなみちゃん卒業したし、あやねちゃん出れないし、今日私も今日出れなかったから多分コミさんだと思うんですけど、そうプラス1曲多分披露されると思うんですけど、本当にやばいマジで全然覚えられないみたいな感じ、頑張ります。だから明日はその曲の地起こしも頑張んなきゃいけない、4日のためにで、4日は誰恋公演があるの、4日は誰恋だけかな、そうね、で5日も5日で、あのとあるちょっととある嬉しいお仕事があるのでっていう感じで、もうそっからそのままずっとずるずるって感じですね。6、7、8、10、10、あの8日もねゆいりさん公演発表されたと思うんですけど、出ます。ただちょっとセリちゃんのねあのあれ生誕なので、そうっていう感じです。毎日お仕事があるっていうのは本当にありがたいことなので、こう私自身今やりたいことはいろんなことやりたいんだけど、やっぱり今は今しかできないアイドルっていうことを全力で貫き通したいっていう気持ちもすごく強くて、なのでそれも全力でやりつつ、やりたいことをちょんちょんちょんってやるっていう感じで、ほんととりあえず今一番は AKB でいることが、もうだってさ全く何も考えてないけど、多分これまでやってきた AKB 人生よりもこれからの AKB 人生の方が絶対的に短いわけでそうだから、そのなんだろう、自分の中でしっかりと、もうあと10年は続けないから絶対自分の中でしっかり噛みしめ、いろんなことをお仕事を噛みしめながらやっていきたいなって思っています。もうみんなに期待させるわけにもいかないので、あと10年はさすがにいないです。あのみんなはいてって言ってくれるからすごく嬉しいんだけど、あのさすがに無理うん。こっからじゃあずっともう選抜に入れますって言われたら、もしかしたら考えるかもしれないけど選抜に入れるし、歌番組も毎回出させてもらえて、で
絶対に握手会も毎回全フル部数でフル完売あとは何かな、なんかやりたいお仕事全部やらせてあげますって言われたらちょっとめっちゃ考えるけど、それでも考えるぐらいけどさすがにあと10年は続けないのでこれまで本当なんか思ったら10年って長いようで短くて、短いようで長かったなって感じるので、その10年間をにしつつ、そんなこれからのあとどれぐらい続けるかわからないアイドル人生ですが、全力で、あとあのなんかねお話し会で聞かれて、あ本当に違うんだよっていうことをちゃんとみんなに伝えとこうと思ったことが一つあって、あの私がねこんなになんかリニュー劇場リニューアル前になんか生誕祭やりたいんですよって、絶対にやりますっていう話をさせていただいてるから、なんかリニューアル前に卒業発表して12月とかに卒業するんじゃないかってお話し会で聞かれちゃって、本当にそれはないです、ごめんなさい、あの次の生誕で卒業発表するんじゃないかってすごい心配されてた、心配してくださった方がいたんですけど、あのそれは違くて、私の中でやっぱ何月まで、その12月やっぱきっとさ、そのいろんなところで出張公演みたいな感じでやらせていただけてる時に卒業発表するのは違うなと思うしそうだし、ただ単に今のこの劇場でなんだろう生誕祭をやりたいっていう気持ちと、あとそのずっと私は5月生まれなのに1月とか5月生まれなのに12月とかに生誕をやってきて、なんかやっぱ考えるのが意味わかんなくなるんですよ、あと何年みたいな、あと半年みたいな、よくわかんないってなっちゃうから、なるべく本当は早く生誕祭をやりたいっていう気持ちがあって、そのリニューアル前には絶対にさせてくださいっていうのをマネージャーさんにお願いしてるだけであって、あのなんかすごい悲しいお知らせをするとかっていう中でのあれじゃないのでそこだけは本当に皆さんにあの全力で大丈夫だよって伝えたい、今はまだ大丈夫だよって怪しい、今はまだ大丈夫だよって伝えたいです、てつやさん、ひろさん、ハートありがとうございます。まあでもきっとね、なんか最近の私見てたら卒業しそうですよねそうだよね、そんな気する、うん、わかるわかる、なんかわかるなんか自分でも思うもん、うん、うん、国谷水さん、吉尾さん、久慈の大吾さん、ハートありがとうございます。でも全然なんで大丈夫です、まだその勇気は出てない、今このグループを離れる勇気がまだ出てないし、まだやりたいなって思ってることというか、なんかそういうことがいっぱいあるから、うん、まだ応援しててくださいはい、お願いします。あと6日で1900日だ、すごっ、あとじゃあ106日で2000日なんだ、うち106日って何日だろう、何月何日だろう、
かんないや。3ヶ月くらいかな。10月中旬ぐらい？ありがとう。10月中旬ね。え？ミスド、明日から人気メニュー値段書いて、マジ？ちょっと待って。え？ちょっと待って。値段じゃない？何？値段も改定するって書いて、え、ちょっと待って、嘘でしょ。何がどうなんの？あ、よかった。ポンデリングプレーンは何も値段改定されない。ちょっと安心。ほっとしました。私が一番好きなのはポンデリングプレーンなんですけど、本当に味がついてない、味がついてないっていうか、マジで生地なの、ポンデリングの。そう、プレーン、もうあのポンデリングは砂糖がついてるんだけど、ポンデリングプレーンは本当に砂糖もついてない、生地そのものの味なんですけど、それがすごく大好きでよく食べてるんですよ。ぜひ皆さんも見つけたら食べてみてください。そして昨日はみなみちゃんの卒業公演にいて出演させていただきました。ゲストとして出演させていただいて、本当はね、こうもうなんかシンポジとか関係なかったら本編に出てほしいってみなみちゃんから言われてて、言ってもらってて、でこう16人でやるってなったとしても、私のポジションにはおりんちゃんがいるし、そう、あの8人でやるってなったらみなみちゃんと同じポジションだから、私がシンポジを覚えなきゃ絶対にどっちにしろ出れない状況で、そうそうそう。全然覚えようっていう気も、覚えれる気持ちはあったんだけど、けどまあ結局ゲストとしての出演という感じに、になりまして、はい、あ、断ったとかじゃないですよ、安心してください。別に断ったっていうわけではなくて、普通にね、今回はそんな感じだったよっていうだけで。でもそうやってなんか後輩に呼んでもらえたことがすごく嬉しいなって思うし、なんかもっと MC ちゃんと考えればよかったってなんか思ってはいるんですけど、本当にみなみちゃんは声も顔もダンスもなんか仕草も全部がすごく可愛くて、だからこれから先、昨日も歌を聴きながら、あ、可愛いなって、みなみちゃんの声だってわかるなって、まあ自分の歌われて一緒だから多分より聴くからだと思うんですけど、みなみちゃんの歌声ってわかるなって思うぐらい、みなみちゃんがすごく可愛い声で歌ってて、なんかいいなーって思いましたね。眠くなってきちゃった。うん、ちょっとさ、ちょっとさ、寝ていい？昨日もこれだったよね。でもあのね、寝たらね変わんのよ。ちょっと寝て起きたらね、なんか案外すっきりすんのよね。昨日もそうだったじゃん、昨日一昨日。そうだから一回寝るわ。40分45分ぐらいには多分戻ってきたいと思います。なのでランキングは一旦読まず、また戻ってくる。うん。
ま真似はしない、大丈夫です。ちょっと今日早起きだったから12時間経つと眠くなってきてダメだ、うん、また後ほどすぐに会いましょう。ちょっと20分だけ仮眠を取ります。おやすみ。絶対戻ってくるよ。